はい、はい、はい、去年ぐらいにアマゾンで買った、はい、アシックスの、アシックス、え、これオーダーっすか？オーダーじゃないっす。え、オーダーじゃないけどこんなあるんすね。これ売ってました。マジっすか？そうっす。去年ぐらいに買ったやつ。去年ぐらい、1万2000ぐらいですかね。1万2000ぐらいですか？はい。え、かっこよ。なんかラスト1だったんで。ラスト1ですか？これでよかったっす。めっちゃかっこいい。ありがとうございます。おいっす。何してですか？今スパイクを、選手使ってるスパイクを紹介するんですけど、何のスパイク入ってます？アシックスのスパイクですね。アシックス、おお、これってまさか高校時代から使ってるやつ？あ、そのまま。そのままか。今も使った。全然なんかピーカーとか全然破けてなくないですか？あんま投げ込みとかしないんで。ああ、なるほどなるほど。へー、これいくらぐらいですか？1万円しないくらいですかね。しないぐらい。これどこのスポーツですか？カムイですか？カムイのどこ？所沢の。所沢、ああそこね。何回も取材行かせてもらってます。ありがとうございます。ちょっとスパイクを今見させてもらってるんですけど、はい、スパイク何の？スパイクはアシックスです、はい、アシックスですか？おお、これいつ頃購入されたんですか？これは去年です。去年ですか？去年ですね。向かって、おい、いいネットですか？スポーツ屋さん、スポーツ屋さんで、はい、イオンですね。イオンで買ったんですか？イオンのオーソリティで買ったような気がする。あ、オーソリティで。あ、1万ちょっとぐらいですか？そうですね、そのぐらいで。それで買ったという感じで、はい、ありがとうございます。何ですか？スパイク紹介、みんなのスパイク紹介、今スパイクをちょっと見させてもらってるんですけど、勝手に。あ、どうぞ。スパイクは水野のですか？そうですね、水野のやつですね。オーダーですか？いや、市販のされてるやつです。市販されてるやつ。いくらぐらいですか？8号ぐらいです。8500円。8500円ぐらいですよ。あ、なるほどなるほど。はい、ありがとうございます。はい、よしよし、はい、今使ってるスパイクは、今スパイクは水野の。水野、これ水野買ったやつ、自分で。あ、自分で買いました。時はスポーツで。時はスポーツ、はい、大宮。いや、川越です。川越の時はか、はい、なるほどね。いくらぐらいですか？これ多分7000ちょいみたいな。7000ちょい、はい、安かった。でも前はあれでしょ、真っ黒のとか、真っ白の、真っ黒か、真っ黒ですのスパイクでしょ。でいつもアイスタンド使ってたんですけど、アシックスの。うん、なんか黒しかなくて。マジか。で、赤と白の。そうです。遊びたいなと思って。遊びたいなと思って。まあ、髪も紫です。髪は違います。そうですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、鈴木君に来てもらいました。誰が鈴木じゃん。はい、鈴木君、スパイクは今日は？今日はトラウトっす。トラウト、マイクトラウト。マイクトラウトのスパイク。なんか穴開いてんな。穴じゃない？穴開いてる？穴開いてない。いっぱい。蜂の巣。違う。蜜はどこ？デザイン。蜜の方は。デザイン。これ何？ローラ？ローラ。トラウトか。トラウトか。そうそう、ボールタウンで購入したやつ。ボールタウン？お茶の水の。うん。いくらぐらいですか？1万5000か2から1万6000ぐらいだった気がします。マジか。売ってんだ、こういうの。すごいな。そうっすね。安いっすか？あ、まあ、これにしては、まあ、輸入品にしては安いんじゃないかなと。サイズは結構あったんですか？いや、ないっす。なかったっす。1個限りみたいな。そんな仕入れられるもんじゃないみたいな。なるほどね。じゃ、超貴重な。比較的多分貴重だと、はい、思います。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、大脇くんです。はい、お願いします。お願いします。初登場。はい、スパイクを見せてもらったんですけど、はい、スパイクニューバランス。はい、これってなんか良平からもらったやつ？そうです。やっぱりただでもらいました。ただでもらいました。はい、良平スパイク。しかもあれじゃん、アモじゃん、 AMO じゃん、この紐。アモっていう、良平なんだっけ、アモって。シリコンが入っててほどけにくい。そう、この黒い部分あんじゃん、はい、これシリコンになってるから、こうシリコンのくっつくじゃん、シリコンとシリコンとそうですから、ほどきにくいっていう。そういうことですね。特徴の、紐なんですけど、これ1本2000円ぐらいなんて。ここまでした。まあでもそのぐらいの。2000円ぐらい多分するんですよ。2000円プラス、このスパイクいくら？これが、いや、安くなってたんで、多分1万円ぐらいで買ったはずなんですけど。じゃあ1万2000円分ぐらいの。多分これ、MLB のオールスターです。マジか。嬉しいプレゼント。嬉しいね。だって持って、そこスパイクないんですけど、あげるしかないじゃないですか。さすがっすね。はい、大事にしてください。はい、はい、ありがとうございました。ちなみに翔平が履いてるのはこれ、ナイキのオーダーっすね。オーダーというか、ナイキバイユーで、まあ、僕の兄貴の三辻さんにいただいた、スパイクです。誕生日プレゼントでもらいました。非常にかっこいいんでね。はい、ぜひとも皆さんオーダーしてみてください。Sure.
3番大輔、はい、レッド、で4番中山、はい、サード、はい、5番岡崎、イプスやばいっす。イプス、イプス、大丈夫。大丈夫。ちょっとやばいっす。あ、気楽に行こう。どうぞ。はい。はい。いいと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてデサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、ね、そうそう多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です。まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画とかやっちゃうと思うんでね、はいはいはい、あの登録しておいてもらえればいいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とか
ぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で源田モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。